皆さんこんにちは。プラザ投資の伊藤です。今日は10月の14日土曜日です。今日皆様にお話しするお話、30,487円は底値なのかというお話です。順を追ってご説明させていただきたいと思います。まず見ていただきたいのは短期急騰急落が繰り返されております。わずか8日間の日柄で2000以上の下げ、わずか13時間の下げ日柄で2000以上の下げというのがありました。今回は驚くことに、ここからここまで13時間でなんと3000以上の下げになっております。そして実質6日ですけども2000以上の上昇になっております。通常ですと1000円棒で鍵足を書いても2000円上がってるわけですから、普通なら底入れというわけなんですけども、気に食わない点を申し上げますと、この 33,634 を取った時の出来高 23.9 億、今回の戻しのトップの出来高2日とも14億台です。この出来高では本格的に腰が入った買いではない、すなわちこれは売り方の買い戻しであるということが分かります。それはどこで分かるか、外国人の先物の売買の金額で分かります。1兆5000億売って、さらに1兆4000億9月29日の週、10月6日の週で3兆円近く売ってるわけです。そして先週おそらく全部とは言いませんけれども、1兆ぐらい買い戻してるから、ああいう異常な上げになったと思います。上げの正体は外国人の先物の買い戻しによるものだというふうに考えていただいてよろしいと思います。波動的にはどうなのかということです。私は常々、ここまでは高値抜かないまでも戻るだろうと思っている値段が 32,938 円です。これはここから傘を広げる形の拡大波が形成されたから、ここで底が入っているなら速やかにこの値段を目指すはずなんです。もう一つ拡大波があります。これは 32,539 円って値段で、やはり傘を広げる形になっております。 30,487 円で拡大の最終波が終わっていれば、ここを取るはずなのに、今回の戻しは 32,539 の少し手前、32,533 であったところがミソではないかと思います。この数字を取れないということは、ここの値段は底値でない可能性が高いということを私は、形線は示しているのではないかと思っております。さらに細分してみましょう。大引け足3波動になるか5波動になるか、どういうことか。30,487円からは引けで1回下げてもう1回下げました。1波、2波、3波、4波、つまりこの調子でここに窓が160から314の間に窓が開いておりますけども、その窓を埋められないで反発するならば、先ほど申し上げた、拡大の起点の根を目指す上昇になると思っております。埋めた場合はどうなるかというと、これはとりわけここの陽線の引け根が31,075円ですから、ここを割って引けるようでは、もう30,487円を割ってくるという見通しを立てなくてはいけないと思います。なお詳しい次の見通しはやはり YouTube で皆様にお伝えしたいと思います。皆様今日もご視聴ありがとうございました。